もしも記憶が書き換わってしまったら、大切な人の記憶も友情も失ってしまうのかな。ソラとドナルド・グーフィーは闇の扉の向こうに残ったリクと王様のミッキーを探して旅を続けていたんだ。リクたちの手がかりを追って迷い込んだのは忘却の城だった。リクか、リクがここにいるのか。進むがいい、ソラ。手に入れて失うために、あるいは失って手に入れるために。親友と再会するため、ソラは進むことを選んだ。でも進めば進むほど大切な記憶を失っていく。それはキーブレードを使うソラを意のままにしようとするマールーシャたちの罠だった。大切な人の思い出さえ書き換えられてしまったソラは、忘却の城の奥に囚われていた少女ナミネを救おうとする。ソラ、どうしちゃったの。どうしたって何が。ナミネをほっとけっていうのか。しかし彼女には大きな秘密があった。君に会えても私、どうすれば。あいつを救えるのはお前だけだ。ソラの記憶を書き換えた不思議な力の持ち主、その正体はナミネだったんだ。うまくやれ。あんたが守ろうとしたナミネはね、嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ。記憶を消されたって、心が壊れたって、約束は、ナミネは必ず守る。俺を信じてくれ。真実に背を向ける弱い心、ならば私の敵ではない。そしてソラと13機関の因縁は忘却の城だけでは終わらなかった。